おはようございます今日の話は3秒でハッピーになる超名言100という、うん、翡翠孝太郎さんの本の中から神様はどういう人が好きかという話です神様はどういう人が好きだと思いますかある有名な神社の神官さんのお講演でそんな問いが投げかけられました神様はどういう人が好きなんだろう綺麗好きな人 誰にでも優しくできる人、あれこれ考えているとその神官さんは言いました。神様は面白い人が好きなんです。意外な言葉に驚きました。なぜ神様は面白い人が好きなのか。それは古事記の岩戸隠れの神話に答えがあります。サノオという神様はやんちゃをしたせいで、神太陽の神,神様であるアマテラスが岩のホラー穴に引きこもってしまいました。 この世界が闇に覆われてしまったという岩戸隠れの神話拗ねてしまったアマテラスは何をやってもホラーなから出てきてくれません困った神様たちはなんと岩戸の前で楽しく踊りお祭りをし始めたするとその楽しそうな笑い声につられて絶対に出てこなかったアマテラスが岩戸から顔を出したのですその瞬間みんなの顔をもですが、ね、一斉に光で白くなりました それが面白いの語源にさらにその時神々は手タタを伸ばしてのしですね、えー。喜びを表現しましたそれが楽しいの語源になった光が閉ざされ世界が闇ようになった時日本人は踊り楽しむ中で光を取り戻しましただから神様は面白い人が好き <laughs> そう神様は楽しんでいるあなたを見るのが好きなんです 親がこう思う気持ちと一緒、どんなか状況であろうと、僕らのたった一つの義務は面白がることです。小林製菅さんは面白いについてこんなことを言っています。次から次へやってくる現象に対して、どんなことがやってきても愚痴を言わない、泣き言を言わない、落ち込まない、それから相手を攻撃しない、非難しない、中傷しない、それを笑顔で受け止めて、ああ、それが私の人生なんだねって思って、 笑顔で生きていくことが根性でのテーマなんです。そして、面白がった人の価値、神様は面白がった人に味方するんです。人生には実に様々なことが起きます。それをどう解釈するか、それによって神様が味方してくれるかどうかが決まります。どんな面倒なことや嫌なことが起きても、それを面白がれるかどうか。愚痴や不満や泣き言を言わず、ニコニコ笑って、なるほど、そうきましたね、どうけとめ、面白がれるかどうか。 ということですじゃあ今日これで終わります